嬉しいですね、友達と一緒になれたし、うん、ね、そうなんです、ね、なんか、うん、私がその子に言われてすってじゃあ応募しようって思ったきっかけも、うん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 、なんかその子がもともとはその最初に会った時とかは、うんうん、あ共通の知り合いを介して知り合った子だったんですけど、その子はその時はあの、うんうんうん、なんで私と会ってるのみたいな、うん、いや私なんか私はなんかダメだみたいなことを、うん、平気で私といて楽しいみたいなことを平気でご飯食べてる時にすっていう子だったんですよ。で、なんでって思いながら、うんうんって思ってたのに、うん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 、その子が、その私がスペイン行ってる間に、うん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 、全然違うようになってて、でちょっと見ない間に、うんうん、なんか本当に変わってて、人ってこんなに変わる、もうもちろんその表情が、うんうん、あの柔らかくなったからどんどんそれで垢抜けていくし、うん、もうなんか可愛くなったねって思ってのが最初で、嬉しいですね、そういう変化って表情がとっても明るくなったねっていうのを思って、あ、うんうん、でそういう場所に身を置いてる子なんだって思って、なるほど、興味があったんですねそれで、うん、でも別になんか、うん、実際に働こうと思ってなくて、彼女に会ってたんだなみたいな気持ちだったのが、そう、あのそう本当に物を買った時にそのルナちゃんも行っちゃえばみたいな、うんうんうん、その子が私に受け渡ししてくれたから、その時にあの行ってみたら、うんうんうん、そうでも採用にはすごい時間かかりましたね。3ヶ月ぐらいしてたので、採用までに長かったし、それは審査の時間が長いんですか、うん、なんか、うん、家族を選ぶつもりで選んでるのですごく時間がかかりますみたいな話はしてましたね。何回も会ったりするんですか？ありました。人によってバラバラなんですけどね、1回しかない人もいるし、私は4回会ったし、そう本当に、ルナさんの髪のこう金っぽくなってるとことかって地毛です、そうなんですか？これは、どっちもあります。へ、染めているのもあるし、はいはいはい、地毛なのもあります。へ、そうなんですね。なんか自然に入ってるけどメッシュなのかな、なんだろうって思ったんですけど、あのすごい、私ずっと高校の頃の先輩に染めてもらってるんですけど、はいはい、その人がすごい上手で、なんかもう何も言わずに、明るくしたい暗くしたいみたいな、なんかざっくりなオーダーで、春だから明るくしようかみたいな、今回は、だから、でももともとそういうなんか、はい、あのいい意味で色ムラはあるタイプで、はい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 、で黒じゃないし、うんうんうん、ただそれよりは明るくしてるんですけど、なるほど、そう、あれ、あの耳のあたりの毛とかは本当に混在してます、どっちも。あ、そうなんですね、もともとある方もあるし、いい、ね、色入れたりしやすいですね、そしたらめっちゃしやすいけど、めちゃくちゃ痛みやすいです。あ、そっか、細いもんね、細い、柔らかいじゃないですか、はいはい、私の髪の毛ですね。だからあの人で日本人の毛って違うけど、私の毛は外国の毛になってるので、うんうん、遺伝でそっちが選ばれたっぽいんで、うんうん、ガチャが、うんうんうん、でだからガチャ、そう、場所によって違うからそう、あの髪の毛はあの外国ガチャだったみたいでそうだと、もう日本人と違いすぎて、半分も置けないです、ブリーチとかするときに、だからできないブリーチ、そう、なるべく先輩もしたがらないです。あ、そっかそっか。本当に傷んじゃうんですね。確かに全然違いますもんね、毛質がね、うん。トリートメント系のね、洗浄剤だったら綺麗に入って良さそうですね。そう、そう本当にだからそういうので。めっちゃ頭がすっきりしてる。はい。頭だいぶ変わったと思います。軽い。ね、頭結構分かりやすいですよね。ね、そんな分かるもんなんだって初めてやられました。
面白いな。彼女は何なんですかね、その何がきっかけでそんなにガラリと変わったんですかね。なんか、うん、とにかく会社自体が全てのことに関して受け入れ体制がでかいんですよ。で、はい、日本ってっていう言い方をするのも変だけど、うんうんうん、なかなか、なんだろう、特に私、日本の教育的に言うと、うん、みんな同じであるべきで、うん、みんな等しくあるべきでみたいなところが優先されがちじゃないですか、うん、制服とかそういうところから始まって、うんうんうん、できっと彼女はそこについていけない部分があったから、うんうん、みんな同じっていうのに、うん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 、なんか窮屈さを感じてたんでしょうね、どこかで。で、一緒にその慣れない、うんうんうん、自分が嫌で、うんうん、人に迷惑をかけてしまうかもしれないとか、なんかすごく学歴コンプレックスだったりした部分がすっごいあって、浪人してたりとか、浪人してやっぱり行けなかったり、一番志望の大学には行けなかったりとか、挫折があったみたいなんですよね。でももうそこで働き始めてから、うん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 、そういうのも全て受け入れてて、なんかそれも含めてあなたで、で、いろんな人が来る場所じゃないですか、うんうん、もういろんな人が使っているものだから、うんうんうん、そうですね、うんうんうん、だからそれこそその世界規模ですね。そうだから、うんうん、いろんな人がいるわけだから、うんうんうん、きっとあなたにはあなたみたいな人を求めている人が来るって、その時に一番生きるのはあなた自身なんだよっていうところをめちゃくちゃ言うんですよ。そこが一番大事だよって。だから、うん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 、だからあなたはあなたのまんまでいいし、なんか逆に力になれる部分が絶対にあるんだからって言って、人はこんだけ多いんだし、だからっていうので、どんかどん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 力をつけていったのもあって、なんでしょうね、きっと。なるほど、そこでこうちょっと自分を認められるようになって、そう、多分それがすごい大きかったと思います。なんかだからで自分が何が得意でみたいなのもちゃんと気づき始めて、分析とかができるようになったんでしょうね。なるほどね。あ、自分はなんかどういうことをするのが、いろんな人が来る中で。なんかビジネスの人に紹介するのも得意だなってことに彼女は気づいて、なんかもともと勉強している学問は経済学部とかだったりしてる、経営か、そうだったりするから、そういう勉強している、もともと勉強めちゃくちゃ頑張る子だから、だからなんか大学のそういう勉強もプラスになったんでしょうね、彼女にとって。で全部その点、うんうんうん、点で点でってやってきたのが線になった瞬間がきっとあって、それをちゃんと見てもらえる環境、認めてもらえる、分かってもらえるって環境だから発揮しやすい、なんかで良くも悪くも見られてるっていうことは頑張んなきゃいけないじゃないですか。その頑張んなきゃいけないっていうか、その無理をしなきゃいけないって意味じゃなくって、高みを望みやすい、はいはいはい、目標をしっかりと持ちやすい、じゃあ次はこれができたからこれだねとか、そういうの言ってもらいやすいから、頑張れたんだと思う。私も今中の人になって初めて、なんかそういうことなんだみたいな、うん、客観的に把握したりできるようになりそうですね、自分のこう、うん、得て増えてとか、本当にそうだと思います、ね、強みとかっていうのを、うん、とかなんか、うん、私は入ったこともなかったから、うん、なんか行ったこともないし、うん、だけど、うん、なんか本当に誰が来てもいいんだみたいな感じなんですよ。あ、じゃあゆっくり起きてみていただいて、はい、じゃあそちらに足出すように座ってください。はい、頭が気持ちいい。
そっち側全然変わりましたね、うん、うん、変わりましたね。左右差が結構埋まった状態ですよね、うん、右と左で全然違うだったのが、うん、柔らかいですね。柔らかいです。ね、すごい。こんな柔らかい人少ないからびっくりする。めっちゃ動くなって指も柔らかいんですよ。だからなんか怖しそうって言われる。ああ、なるほどなるほど。ちょっと怖くなるぐらい動くんですね。そうそう。股関節とかもめっちゃ柔らかいんですよ。はい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 。あ、でもいいことですね。昔からそうなんです。すごい。そういうのあるんで分かんないんですけど、ね、確かにそういうとこあるかもしれない。お疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでしたか。すっきりしました。頭が頭気持ちよかったみたいですね。そう、なんかちゃんと体に空気が入って、うんうん、です息がしっかり保てて流れます。本当に流れました。ちゃんと心臓を中心にこっちにもこっちにも血液がいってるっていう感覚がめちゃくちゃあります。よかった。顔も全然違いますね。こんにちは、はい、久しぶりにまた久しぶりにやっていただきまして、力がみなぎってるというか、また頑張れます。今日ゆっくり寝てね、いただいて休みなのでゆっくり寝ます。はい、お疲れ様。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。